さて、バルナの CEO のカスペレータさんにですね、はい、スペインの成功のその理由についてお話を伺ってますので、はい、それをご覧いただきたいと思います。In principle, the success of the Spanish riders has been because the Spanish Federation has been working a lot together with the circuit to attract these people. But it is important to say that this has permit to have a lot of Spanish people, but also a lot of people of other nationalities. Then, for example, the winner of the CEP last year is a French people. Then it's important. Then, for me, the only way is to try to continue working in initiative of the Sella Dance and Telen Cup or whatever. Trying to reach people. Also, the Nippon Championship has been very, very important and attracting people. What is important is, since many years ago, we are looking who is good, and then, as we do with Aoyama or with Nakagami, if it's any good Japanese rider, we will try to bring him to the championship. なるほどね。やっぱ、まあ、そうですね。この国内のこうレースに関わってる人。全員が考えないとダメ、まあ、そのさっきのね、うん、スペインの協会とサーキットと、ね、まずそこが動いていってっていうのは重要な部分だったと思うんですよね。うん、だもっと FMJ でやったりね、その辺もっともっと力入れていかないと、うん、やっぱりどう見られてるかですよね。こう外からこう日本のオートバイレース、うん、どう見られてるかっていうのを考えてやっていかないと、中だけでどうしようってやってたってダメ、絶対ダメですよね。日本のバイクばっかりですよ、ここ何年もチャンピオン。メーカーはね。だからメーカー主導やとやっぱりダメ。ダメなんです。景気で左右されるから。そう。これもスポーツとして、その、まあサッカーでもそうじゃん。ね。やっぱこう J リーグあるけども、やっぱ日本サッカー協会っていうのがあって、まあそういうところがちゃんとこう、そういう、そのサッカーをやる子供たちに、こうちゃんとピラミッドを見せる。そうですね、うん、おっしゃる通りです。だから日本も結局そのプロモーターもしっかりといなきゃいけないし、うん、そのフェデレーションもしっかりとそのやって、もう国を挙げてじゃなくてモーターサイクルであったりモータースポーツに関わってるモーターサイクルの人たちも全てをやっぱり集約させてやっていかないと、やっぱりあの協会だけが動いてもダメだし、もちろんそこのところにプロモーターがいてしっかりとその宣伝をする、こんな楽しい、こんな素晴らしいレースがあるんだよっていうことをやっぱり伝えていくことが、うん、両方に側面両方ないとダメだと僕は思う。ただ具体的にその先に何があるかっていうのをこう本当にこう外だよね。もうそのレースを知らない人にもこう、うん、まず分かりやすくしないと、うん、今はそれがもうできてないと。ちょっとさっき俺タイミング逃したあ、エドさん言って言わなかったなんですけど、あの、まあ、レースをどうするかっていう話ですけど、ね、あ、タクマがいっぱい喋ってたからね。ドリブルカムトロールを下り、ちょっと待って、エドさん、聞きたいからちょっと待って、ちょっとエドさん、待って、タクマ大活躍だから。もう切れてるよね、多分ね。いや、それは遠藤さんが一番さ、レースをずっと見てきたわけやからさ。まあ、あの、どうしたらいいかっていうとね、これよりこう、もう問題はたくさんあるんですよ。日本のレースのこう盛り上がらない理由っていうのはね、たくさんあるんだけど、まあ、一番その身近に僕ちょっとやってほしいなと思ってるのは、その MFJ でありね、その日本のプロモーターという、プロモーターはないのかな。ないんですよね。そういうのが、みんなにちょっと考えてもらいたいのは、例えばスペイン、今スペイン選手権って言わないけど、スペインと、イギリスのレースはいわゆるナショナルイベントとしては非常に盛り上がってるんですよね。で、これなんで盛り上がってるかっていうのをこうちょっと勉強してもらえれば、まあ、そのまま同じにはできないけど、こう観客を増やす方法とかスポンサーを取る方法とかね、いろいろこうすごい学べると思うのね。日本はね、なんかそういうものに対してなんかこう学ぼうとしないっていうかな、今は。その外国にその日本には4メーカーがいてチャンピオンマシンをいっぱい作ってきて、昔はその GP ライドたくさん出してきてっていうね、こう誇りなのかプライドなのか、まあそんなのあるとは思えないんだけど、その今どうしてスペインが成功してイギリスが成功してるかっていうのをもうちょっとこう素直に学べば、もうちょっとこう全日本盛り上がるんじゃないかな。例えばスペイン選手権は、今スペインって言わないんですけどね、そのセブって CEV って言うんだけど、入場料タダでやってるんですよ。そうなんですか。あれは観客全部タダで入ってきてるんですね。で、こんなもんな、どうやって成り立ってんだろうって言うと、その、いわゆる、冠スポンサーを取ってテレビ中継をして、あと、小さいスポンサーのそういう資金で、こう、年間7000、8000円でやっていくという。
ただだったら来ますよみんな、うん、確かにそうですね、子供からお年寄りまでね、はい、家族全員で、はい、駐車場もただ、ね、あ全部ただ、うん、ただです。だからね、ああいう盛り上げ方ってやっぱり日本ではなかなかできないのかもしれないでしょ、うん、システムがね、サーキットがこう工業主になってるから。でもそういうのをちょっとこうどうしたらできるんだろうってこう一歩踏み出していかないと、もっとサーキットも、うん、もっと協力してほしいですよね。ただ単純になんか、なんだろう、こういう風な形で待ってるだけじゃなくて、もっと攻め、うん、サーキット自体もっと攻めてもらいたいし、サーキットじゃないじゃないですか、うん、その、どのまま主催する人じゃないですか。あ、だからそれサーキットが主催してきて主催する、だから日本でそれをやるためには、だからプロモーター、ね、プロモーターが必要なんです。だからもっとサーキット、うん、すいません話し通しですけど、サーキットももっと開放して、うん、もっとそういったヤングライダーに対しての門戸をもっともっと広げていくようにしていってほしいですよね、うん、だからやんなくちゃいけないことはたくさんあるんだけど、うん、まず何からやっていこうかなっていう、観客集めよう、レースやる人を増やそうとかこういっぱいあるけど、まあ、その優先順位つけてちょっとあと10年後20年後やっていかないとダメかなと。っていうのはね、こうまあノビもサンちゃんもタディもね、こう僕 GP 走ってる時見た時に、あの頃は1980年代のレースのブームで出てきたライダーたちで、その後に何もやってないんですよ日本は、ね、うん、ライダーのその育成もそういう全日本のスターを作る、スターというかこう、あの時代に生まれた3歳から16歳ぐらいの人たちが十何年間にわたって世界で活躍してきた。それが今在庫一掃になっちゃって在庫一掃でもうライダーがいなくなっちゃったというのが当時の、今けど当時のこの見てた若者たちが親になって子供をまた乗せ出してるんですよ。それが、ね、今次の波でね、次の波が今来てるから、うん、いやもうでもそれも終わりかけてるんです、まあ、ソケバイとかも台数がどんどん今もうミニバイクも減ってってる、うん、参加台数取りでちゃいってますね、うん、その、いやいや、そこはやっぱりそのあれでしょ、魅力がないからだよ、ね、まあそれもそうですし、うん、もうその世代がだって自分の子供が二十歳そこそこで子供出たら待って二十歳過ぎてるんですよ。だからもううちらの世代の子供はもう大きいの世代って全然まだ結婚してない。いやいやいや。俺に言ったら俺だって言うんだけど。いやいやいや。もう、いやだって。ええもんや。独身多いな。独身だ。独身じゃないですか。独身やけども。もういい加減した方がいいっすよ。いや、あんたに言われたから。まあそういうふうにね、日本のレースは今危機的状況だから。確かに全日本とかでも、うん、まあ、中菅さんが3連覇とかしたじゃないですか、 JSB で一番やっぱりその MotoGP につながってほしいじゃないですか、うん、世界にその日本のトップがそのまま世界に行ってもらわないと。だから ものすごく簡単に考えれば、例えば全日本のレースのカテゴリーを、うん、Moto3 と Moto2 っていうのは同じでやれないのかなって正直思うんですよ。ややこしいですね、 GP2 とか。あれ、同じにやれば世界にそのままダイレクトで。なんで一緒にしないんですかね。意味がないですよね。意味がない。やってる人も。世界的に見てもすごく特殊な国だから、日本は。だから、スポット参戦するにしても、結局みんな出たいんだけども、少しずつ仕様が違ったりするんで、出れない。出れない。もっともっとそれはこう、国内の方から歩み寄ってやっていかないとダメですよね。向こうに走ってたら一年落ちをこうどんどん国内に入れていく、流してますよ。流れてるんですか。はい、カズマ、あ、そうそうそう、小原さんってやつも、カレックスだん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 増えてはきてるか。 JGP2 は少しずつ元3はないよね。元3はもう全く、ただ共通にした方がいいっすよね。元3はね、元3はどれぐらい違う。まあ、ただコスト的な部分は、まあ、シャン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 エンジンスタンダードベースになったんで、今去年からスタンダードベース、もうすごい差です。あとやっぱ ECU がやっぱ違って、デロルトってそのワンメイクの ECU なんですけど、元3は日本ではもう認可もされてないから使えないんですよ。で、それをちゃんといじれる人もいない人が、まあ数えるほどしかいない。でもそういう人たちもそれでレースをやってる経験がない。そう、でこうちょっと元3に関しては厳しいよね。ちょっと厳しい、ね、やめようよ。だって見てる人は何だか分かんないもん。そう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 、あれなんか出る意味あるのかなと思ったよな、去年な。だって同じバイクですもん、 NSF の250で
チャンピオン取ったもう全日本走ってるも同じバイクなんですから、じゃあパッて見た時にあれっていう、そのモテギのやつにワイルドカードで日本人が参戦してても全然タイムが違うわけじゃないですか。そんなマシンの仕様が違うからなんて誰も思わないですよ。あ、単純に日本人のライダー遅いんだ、遅いって思っちゃうね。世界に全然通用せえへんや、じゃあそんな見てもしゃあないし、見ない、見る魅力もないわけですよね。モテギで言ったら全日本の元、あの JGPC と元3、4秒違いますからね。4秒で一緒。なんで4秒も違うかって誰もわかんない、ね。うん、わかんない。うん、まあ日本って遅いんだよ。レベルかなと思っちゃうね。そう。けど、うん、まあエンジンがとか、その ECU がとか、細かいこと言えやもっとあるわけでしょうけど、うん、それは、なんとかね、うん、もっと、まあ。難しいね、そこは、ね。まあ物差しが、だからもう、なんだろう、メモリが違うから、走ってみても分かんないよね。もっと飲んで。そうですね。ダメだよ。はい、今、あかんわ。